こんにちは、サウンドテックの三宅です。今日はですね、テクニクスさんからですね、イベさんが来てくださっております。テクニクスイベです。実は裏に監修の方がいらっしゃいまして、今日はですね、ちょっと緊張もしそうですけどしません。で、イベさんはですね、イベさんとはですね、こちらのですね、テクニックさんと一緒にやった、イベント、音と光と食のコラボレーションということですね、これ合計約200組の方が、お店に来たメガイベントとなります。これ YouTube に動画をね上げてますけど、そのイベントも一緒に、プロデュースして行ったというそのイベさんなんですけど、今日来てくださいまして、何やら面白いものがあるぞということでですね、持ってきてくださいました。はい、主にはね、2つ商品が強いものが新製品であるんですが、まずその一つとして、こちらの、SC-C70MK2 というですね、ワンボディの、コンパクトステレオシステム、こちらを持ってきてくださいました。はい、ありがとうございます。ボディは黒とシルバーの、そうですね、2色ということですね。はい、10月の23日発売でしたね。はい、で価格から言いますけど、価格は、10万円ということでですね、10万円税別ということで、10万円税別を安いと思うか高いと思うか、これを最後までお話を聞いていただいてご判断いただけたらと思うんですけど、私は率直に言いますとですね、とても安いと、物からするとこの金額はとんでもないんじゃないかと、今思っているので、ちょっと興奮気味で、お話をしている状況です。まず、これワンボディでですね、私一番最初見た時に、まあ、ワンの方も知ってたんであれなんですけど、スピーカーがこの中にまさか入ってるとは思わなかったんですけど、この中にスピーカーが入ってるんですよね。そうですね、合計5機のスピーカーがこの中に合計5機入っております。まずこちらに2つ、そうですね、前面にウーハー、ツイーターという形でレイアウトされてます。4機レイアウトされてます。そしてですね、底面にね、そうですね、加えて、底面側にサブウーハーが1機こちらに入っているになります、ということになりますね。はい、ということで 2.1 になるんですかね。そうです、ということはね、2.1 チャンネル、はい、になっております。できることをざらっといきましょう。かなりいっぱいあるんでですね、できることをね、まずいきましょうか。まずここの天板にね CD が入るっていう、これがね非常にトレーがすごく、スタイリッシュで、こういったりこういったりするんですけども、これで CD を、ここに載せて、再生できると。もちろんこの中の内蔵アンプとスピーカーから、楽しめると。で、Bluetooth もいける。そうですね。で、ネットワーク系もいけますね。そうです。NAS なんかお持ちの方が、再生できるということと、あとラジオもいけますね。AM/FM が、内蔵されてます。AM/FM 内蔵。はい、で、LINE 入力もあります。LINE 入力もある。で、隣にあります、こちらもメガヒット商品のテクニクスさんの SL1500C、こちらはですね、こちらホノイコも内蔵してるし、外部のホノイコも使えるんですけど、この内蔵のホノイコを使ってこちらで、外部入力で再生できるということで、このセットが今非常に、売れているというところで、攻められてるわけです。私も非常に欲しくなっているというわけです。で、デザインもね、これ実際見ていただくのが一番いいんですけど、天板もね、すごいヘアライン仕上げになっててですね、高級感があって、ワンボディでね、こうスッとこう置いてあると、インテリアにもすごいマッチしてくれるというところで、結構、場所を取ってね、ごたごたするよりは、もうこの一つでですね、スタイリッシュに音楽が楽しめるという。そういう商品ですよね。はい、これはいいなというふうに本当に思います。で、光の入力端子もあるので、例えばテレビをお持ちの方が、テレビの音をここに入れて、このワンボディでもういい音で聞けると
というところでいいですよね。そうですね、そういった使い方をされる方も非常に増えてきていると聞いています。そうですね、はい、例えば奥様が家事の時に、Bluetooth でこれで音楽をふわっと流すで、みんなでちょっと歓談の時ですね、家族の歓談の時に、映画をこのシステムから聞くというシーンも想像できますし、そういったことも考えると非常にいいですよね、これは。そうですね、まあ、オーディオマニアの方にも非常にお勧めしたい商品でして、例えば NAS、 ご自宅の自分のシステムに使っている NAS から無線でこちらに飛ばしてですね、 NAS の音源をこちらで再生してリビングで楽しむみたいなこともできますので、はあ、まあ、家族で使う1台としてぜひお勧めさせていただきたいなと思っております。一家に1台、70Mark2 っていう、そういう感じでいかがでしょうね。一家に1台70Mark2、これすごい機能がついてまして、スペースチューンオートっていう、スペースチューンオート、っていう機能がありまして、デジタルアンプですよね。そうですね、デジタルアンプならではの、まあ、機能の一つなんですが、この空間の最適な音を、作ってくれると。一回こちらから出たスピーカーの音をこちらの内蔵のマイクで、収録して、補正してこの環境に一番いい音で楽しませてくれるというのがスペースチューンオートですね。です、合ってますよね。スペースチューンオートです、はい、それをちょっとどこまで再現できるかどうかあれなんですけど、試してみることはできますかね。できそうですね。で、今オフになってる状態でとオンになってる状態で聞いたりあれってできるんですか。あ、オンオフはできますよ、はい、できます、ええ、あ、じゃあそれでやってみましょう。はい、じゃあね、早速スペースチューンオートデモンストレーションしますので、どこまで、伝わるかちょっと頑張りますんで、チャレンジします。はい、じゃあ皆さん、スペースチューンオートの設定を、まず設定方法ですね、はいはい、本体に、再生ボタンがございます。これを長押しします。すると5秒ぐらい長押しいただくとこのような表示に切り替わります、うん、スペースチューンオートというような記載になってます、うん、でもう一度再生ボタンを押します。今環境のノイズを測定しています。今テスト信号が発信され、それを本体のマイクで受信しました。で、今解析しましてサクセスと出ましたけれども、この環境に合わせた音に、次からはなるという形になります。これで OK、 OK、 あ、もう猫でもできそうな設定方法ですね。はい、で、ですね、これをしかもオンオフで、比較視聴もできる。はい、うん、はい、じゃあ早速ね、測定が終わったということで、視聴、してみたいと思いまして、これ何かと言いますと、電子音楽をすごい音でマスタリングされて、それをこういうハイファイのですねシステムで聞いてみてはいかがだろうかという新しい試みにチャレンジされたということで、早速手に入れさせていただきまして、山本さんありがとうございました。で、それをですね、今回、このシステムで、聞いてみたいというところで、ちょっと聞きどころとしてはこのコンパクトなシステムなのにどこまでのまず低域が表現ができるかと言ってみたいと思います。さっきのスペースチューンオートは今オフの状態から、後ほどオンの状態に、したいと思いますの でアプリケーションはね、これもテクニクスさんから出されている、こういうアプリケーションがありますので、これでもうね、CD とかも全部操作できるものがありますので、これで CD の、ちょっと7曲目をいってみたいと思います。
ですね、伊部さん、はい、早速あの補正をかけたいと思いますので、はい、スペースチューンオート、オンの状態、この部屋、お部屋で最適な音に補正された音になります。お聞きください。していただきまして、皆様のお耳にどのように届いたかというところもございますが、この現場ではですね、いろんな方がいらっしゃいますけど、やっぱり低域のね、この解像感というか、すっきりした低域はやっぱりいろんなところに影響が、こう例えば家具だったりですね、まあ、いろんなところに影響があるので、こう耳に届くときに、やっぱりこうもったりと、まあ、もちろん低材波っていうちょっと難しいお話もあったりもしますけど、その辺がね、やっぱすっきりして聞こえるっていうことなんで、よりこうなんていうんですかね、こう解像感のあるというか、すっきり、出るとこは出てきて、抑えるとこは収まってっていうような感じがオンとオフであったように感じましたよね。感じました。うん。どうですか。感じました。うん。なんか無理やり言ってもらってる感じだけど、いや本当にそんな感じなんです。結構違いますよね。結構違うんです、本当に、これはでもぜひ試してみていただきたいという機能でございます。じゃあいろいろとね、良かったと思います。この商品、私もちょっと非常に気になっていますん で、ちょっと頭の中に、あ、こういう方にお勧めしたいなという方がパッとイメージしやすい商品だなというところです。女性なんかにも嬉しいんじゃないですかね。そうですね。簡単だし、いろいろ使えて、おしゃれでしょ。そうですね。で、メガネるほど高くないと思うんで、まあ、そこはいろいろ主観があると思うんですけど、私は結構この内容で、この金額で、この音で、ってなると、ちょっとこれはいいんじゃなかろうかという、まあ、そもそももうよく売れてるんですもんね。ありがとうございます。よく売れてるということなんで、はいはい、まあ、それが答えだと思うんですけど、まあ、非常に本当に見させていただいて嬉しいなと。いう商品、最後はじゃあ皆さんと、せっかくね、レコードも聴けますんで、こちらも大人気の1500をね、使って、1曲流しながら、チャンネル登録までいただいて高評価もいただけるという可能性があるんじゃなかろうかということで、お後がよろしいんじゃなかろうでしょうか。はい、皆さんじゃあよろしくお願いします。